あ、はい、どうも皆さん、こんにちは、ドリッピーです。ということで、今回はですね、11位があるときは喋らないマリオカート映像をやっていきたいと思います。やっぱりね、実況者たるものね、本当に皆さんにはね、喋りながらね、実況届けるみたいな、そういうのをね、心がけているわけなんですよ。だからね、この縛りをすることによって僕はですね、絶対に1位から下に下がらない。むしろ逆に下がってしまったときは、このようにさっきみたいにね、絶対に1位に戻ってやろうという強い意志でね、いつもよりもすごいプレイングをするということを心がけて、1位心がけて、あお、ということでね、99,999万ネイトの、
トリッピーさんがこの企画をやってるってことは、どうせ1位にならずに一言も喋れずにね終わらす落ちない人だと思うじゃないですか。でも違うんですよ、僕もそう思っていました。でも違う、なぜならば俺がちゃんとしっかりと走りで答える、リスナーさんにいい動画を届けたいというその俺の思いが勝った、そういうこと。待って、ちょっと待って、まずくない？本当に本当にやばいやばいやばい、すぐに2位になると思ってたのに、マジで1位いけるかもしんない。これ本当にこれ最後1位になって終わらそう、これ本当に最後最後本当に1位になって俺は終わらす。いや、そういうことよ、そういうことよ。これが長年ゲーム実況者をやっていた男の集大成よ。見ろ見ろ、話してる話してる話してる話、あー、ここまで来てる。あー、待って、どうする。いや待って、大丈夫、ちょっと話してる。これ行くわ行くわ、そのまま行け。大丈夫か、お願いお願い、大丈夫。この後にヤクモロとかが飛んでこなかったら行ける、逃げてもちょうどカットする。みんなの期待に応えて俺は行く、俺は行く。あ、ごめん、ジッペじゃ、ちょっと待って、まずい、誰、お願いお願い、いけない1位になりたいなりたいなりたい、おおおっしゃーしゃーしゃー
いや、ということで、はい、今回はですね、あ、トリッピーフレームに名前変わってるやつ。すいません、今回はですね、1年の時以外喋れない、トリッピーのマリオカートの縛り企画でしたけど、しっかりとね、1位になって終わらすことができました。いやーね、レイトカンスト勢がいる部屋でね、最後1位になってこうやってね、皆さんにね、喋りながらお別れできるのはね、本当に嬉しい。また次回もね、またこういう企画やりたいと思いますんで、何卒よろしくお願いいたします。じゃあな、あいつはフレンドになってどうしよっかな。